間違いなく僕がネットタレントと名乗り始めた一番の人間だと思います。あーもう声枯れちゃってるわ。あーエリエリ、うんうん、はい皆様ニコニコ超パーティー楽しんでいただけますでしょうか。百花竜蘭さんと出会った時にこれでテレビとネットを架け橋にできる、新しい今をぶっ壊して次に行けるって思ったんですよね。スイッチが入った瞬間にムカつくんですけど、ムカつくんですけど、あのちょっとかっこいい瞬間とかあるんですよ。どうも百花竜蘭と申します。年は24歳、職業はネットタレントをやっております。まあ、このネットタレントっていうのはあの皆さん聞き慣れない言葉だと思いますけども、まあ、簡単に説明するとインターネットを中心に活動をしているタレントと思ってやってください。ネットタレントっていうのはもう資格とかも必要ないですし、まあ、自分が名乗るか名乗らないかの差、それだけですね。なのでもう今俺ネットタレントなんだけどって言った瞬間からもうあなたはネットタレントですよ。軽いな。おはようございます。僕地元が広島で、そこでマジシャンになるのが夢だったんですね。手品っていうのは技を練習するのはいくらでもできるんですけども、人前でトークをする場所っていうのがなかなかなくてですね、じゃあどうしようって思った時に、まあちょうどニコニコ生放送っていうインターネットで自分の会話を配信することができるサービスが始まって、ちょっとここで練習してみたら面白いことになるんじゃないかなと思って始めたのが、そうですね、もうインターネットで活動するきっかけになりましたね。はい、まあ思惑通りいろんな方々と会話できて、喋りばっかりやることになっちゃって、手品の方はさっぱりやることがなくなってしまったんですけども、まあインターネット使うと何が起こるか分かんないなっていうのもそこで勉強できましたね。深夜0時を回りました。ラジオの前のリスナーさん、起きてますか？え、いや、つーか起きてください。ニコニコファミリーの百花竜蘭です。当時はもう本当インターネットで何をしていいのかがわからない状態ですね。まだ誰もやってないことをやろうということになりまして、で当時僕あのマジシャンの、まあステージとか立たせてもらうっていうので先輩がいたんですけども、まあ、その先輩にあのどうすればステージ上でなんかキャラクターとかつけられますかねっていう相談をしたところですね、あのお前はちょっと女の子の顔に見える時があるから女装してオカマジシャン、女装マジシャンやってみたらどうって言われたんですね。じゃあちょっとやってみようかって練習をしていた時期だったので、まあその、まあ、準備物があるぞと、ちょっとこれネット配信でやってみたら面白くなるんじゃないか、誰もやってないしやってみるかということでですね、画像をクリックすると放送ページ見れるんですけども、その画像にですね僕の女装した写真、まあ、いい角度で光で飛ばしてですね綺麗に撮ったものをまあ貼ったとこですね、どっかんどっかん人が入ってくるようになりまして、まあ、僕もともと人をびっくりさせるのが好きだったので手品師にもなりたいって言ってましたし、じゃあどうやったらびっくりしてもらえるか、放送を見に来てくれた人が途中まで女の人だと本当に思えばよりびっくりしてもらえるんじゃないか、まあ、放送時間が10分経ったら、10分経過したら急にキャラクターを変えて、まあ、男の自分を出していくっていうことをやったんですね。だってね、まだね、ね、ただのオカマだし、ね、オカマじゃけって結婚しちゃいけんわけじゃないけど、あのじゃけのあのバリ大銀や、うん、嬉しかったですね。もう流れてくるコメントが全部、うわー騙された、びっくりした、なんだお前は、勝ったって思いましたね。その瞬間こんなにびっくりしてもらえることが家にいながらインターネットで配信しながらできちゃう、簡単にできちゃう、もうこれは楽しいな、ずっとやっていこう。まあ、放送見てくれた方が、まあ、女装面白いね、もうびっくりした、騙されたって言ってくれてる中で、まあニコニコ動画の運営さんが面白いやつがいるなと、ちょっとイベントに来てみないかということで呼ばれて、いろいろやっていった結果、まあ、今のポジションにいるっていう感じですかね。124,966人、ユーザーさんの距離感がすごく近い、言うなれば隣のお兄ちゃんみたいな
存在だったので、コメントもみんな書きやすかったでしょうし、映像を作る側からすると お客さんに届けるだけっていう形だったのが、リアルタイムにコメントが返ってくるってことは、リアルタイムにコメントを返ってきたコメントに対してリアクションを取らなきゃいけないっていう能力に関してはピカイチでした。ニコニコのコメントってそんなに文字数書けないんですよね。長文は無理なんで、そういう時にじゃあ書きやすいコメントって多分ツッコミコメントだと思うんですよ。なので両蘭くんがわざとボケることによって、ユーザーさんがおいとかしっかりしろとか、もしくはよくある WWW っていう草生やすって言いますけど、ああいったもので面白かったよとか、今参加してるんだっていう感じを作るのはすごくうまいと思います。自分の嬉しいことがあった時、例えば僕結婚してるんですけども、僕結婚しましたっていう報告をインターネットの配信でした時、もう僕の見たことのない見ず知らずの人たちからおめでとうって言ってもらえる、もう喜びをみんなで共有する一体感、まあ、ですとか、あと悲しいことがあったりとかすると、どうすればいいかなって相談した時にみんなが答えて、こうすればいいよこうすればいいよって支えてくれるっていう、まあ、この寂しくない一人じゃない空気っていうのは、このネットの楽しみの大きな要素だと思います。百花竜蘭君をはじめとするネットセレブリティは、彼ら自身が気づいてるかどうかは分かんないんですけど、その新しいやり方、その要は言い方は悪いんですけど、そのハードルを下げるというか、同じことをするにしても彼らがやるから何か新鮮で面白いっていう、そのユーザーとの受け手との関係性みたいなものを作ることに成功したのかなっていうのを僕はすごい思ってまして、彼自身が最初から革新的に狙っていたかは別として、彼がずっとその組み上げてきた相手のある意味人間性を尊重したそのコミュニケーション能力というか、それ自体が彼のコンテンツ力であり、まあ、彼がやる、まあ、いろんなチャレンジ、自分の生放送で、まあ、いろんな、まあ、ドッキリ企画とか面白動画とか撮ってみたりとか、そういうことの一つ一つの面白さを本当に嘘みたいに2倍3倍にしていっているんだろうなっていうのはすごい思いますね。テレビ番組を作るときに視聴者に対してのケアっていうのは、まあ、もちろん当たり前にするんですが、それとは違う次元で百花竜蘭くんとテレビ番組を作っていくときは、もっともっと相手のことを考えないといけないっていうことを僕は百花竜蘭さんから教わったんですよね。もしインターネットがなかったら、そうですね、そこは僕はプロマジシャンになってましたって言いたいんですけど、きっと広島の田舎でずっとたこ焼き屋さんをやってたでしょうね。アルバイトで一時期やってたんですけども、まあ君筋がいいね、なかなか器用だねって褒められてたんで、はい、今頃はそうですね、たこ焼きを焼きながらのんびり生活してたでしょうね。結婚もしてなかったんじゃないかな。はい、まあ、それはそれで楽しそうな人生だと思いますけども、こんな刺激のある毎日は送れてなかったと思います。今の僕があるのはインターネットがなければなかったと思うので、偉大というか、もうなんて言うんでしょうね、こう言ってしまうとちょっとおこがましいと思うんですけども、ネットが僕がネットみたいな、もう自分自身だなと思ってます。はい、ネットなかったら何やってんだろうな、本当。インターネット偉大です。